30年代に目黒の工場で組み立てられたオートバイが日本各地に行ったわけです。それが私が一番驚いたのはですね、これだけ60年経ってもその古くなった目黒を大事にして本当に修理して、その乗って楽しんで、音を聞いて楽しんで、素晴らしいっていうふうに賛嘆してくれる方が日本工業で本当にたくさんいるということなんですね。これは本当にびっくりしましたね。まあホンダヤマハがここまでになる前にはもう目黒一強ですもんね日本。まあね、当時とすれば若い人たちにはちょっとねピンとこないかもしれないですけど、その当時の終戦直後からの日本のモータリゼーション、特にオートバイの中では陸王、目黒、キャブトン、ライラックして、ホンダも台頭してきたっていう、そういうご時世であったわけですからね。私はやっぱり子供の頃近くに白バイの分駐隊がありまして、全部目黒でしたね。そうです、当時はね、もう目黒って言えばもう白バイにね、はい、採用されていて、もう押しも押されぬもせぬ、本当に頑丈で丈夫な、そして速いオートバイ、もう目黒の代名詞ですね。目黒の魅力について斉藤さんにお聞きします。まあ斉藤さん、目黒の総本山なんですけど目黒の一言で言って魅力ってどういうところでしょうかね。私ね、人間が感じる五感の中で振動とか見た目とか音とかありますけども、やっぱり私が最近つくづく感じるのはですね、皆さんに聞いてみると、いやー音なんだよって言うんですよね、音で、その目黒サウンドって言うんですか、目黒サウンドが要するに一番の魅力だっていう人が圧倒的になんか多いですね。例えば街の中を後ろから目黒が走ってきてですね、傍らを通り抜けて前の方にバーッと走っていく、その一連の作業が、そのそうですね、文字や言葉で言い合わせないんですけれども、その目黒サウンドっていう心臓の鼓動にも似た音ですね、タッ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 というね、歯切れがいいですね。あれがやっぱり一番の魅力なんじゃないかなと思いますよね。はい、まあたくさん、言えば、目黒の魅力がたくさんありすぎますけどね。音も確かに目黒の魅力ですし、目黒自体って世界中見てもオリジナルですよね。ですね、真似してないですもんね。真似してないですね。まあね、一番最初のね、昭和12年に目黒の第1号車ができた時はね、模範としたものはエンジンはスイスのモトサコシュっていうオートバイのエンジンを一応コピーじゃないですけどモデルにしたっていうことで、それからフレームはイギリスのベロセットのところですね、はいはい、それを模範にしたっていうことで、まあ、結局コピーではないのでオリジナルで日本の国土の中から生まれ育ってきたものだと考えていいと思いますね。まあ、あとはやっぱりあれですね、その耐久性ですわね、白バイにも採用されたという。一つにはですね、例えば目黒のほかに陸王、キャブトンなんかありますけどね、あとは一つは細かいところ見ていきますと、作りがね、部品一つ一つが丁寧なんです。そして部品の供給っていうことに一生懸命気を配っていたなっていうことが今見ると見受けられますね。
壊れたからもうちょっと部品がないよっていうのが一番当時とすれば困ることだったんですけど、メロの場合はね、あの細かいところの部品まで全部揃えて、かゆいところに手が行き届くような、そういうようなシステムが構想したんじゃないかな。